白鳥ドレスはアイスランドのアーティストであるビオークが2001年3月25日の第73回アカデミー賞受賞式で着用した白鳥に似せた極めて特徴的な白いドレスである。2008年にデイリーテレグラフが刊行したデベナムズの投票では史上最も影響力のあるレッドカーペットのドレスランキング第9位に選ばれている。 病区の白鳥ドレスは2014年春のパリコレクションのショーでバレンティノによって再び取り上げられファッション系のブログやソーシャルメディアで賞賛を受けたアカデミー賞に行った時これが多分最初で最後の機会になるだろうとよくわかってたんですそれでほんと包丁さに関係あるようなエネルギーを投入しなきゃと思って卵を持っていこうと思ったんですあまり ハリウッド映画は見ないし、アイスランド出身なんで、そんなとこに行くなんて、相当珍しいでしょ。ハリウッド映画といえば、バズビー・バークレイのミュージカルばかり見てるし、あの泳いでばっかりの映画は何でしたっけエスター・ウィリアムズみたいなやつですね。そういうわけで白鳥を着るのがすごくいいかなと思ったんです。もうそういう感じのことってハリウッドではしてない、みたいじゃない でもバズビー・バークレイとかそういうエレガンスに敬意を表したつもりだったんです。ビョークと CD ナウのインタビューマケドニアのデザイナー、マラヤン・ペジョスキーがデザインした、このドレスは白鳥のような見た目で、受賞式でビョークはレッドカーペットで散乱する真似をした。エマニュエル・レビによると、これは巨大な白鳥ドレスなのだが、首を回してビョークに絡みつき、 頭と口しを着ている当人の胸で休ませている大きな白鳥に覆われた全身タイツであった。病クはドライクリーニングができない場合を考えてドレスを2着作ってもらった。後に病クは2001年のアルバムベスパタインのカバーでこのドレスを着ており、ベスパタインワールドツアーで何度も似たようなドレスを着ていた。ドレスはこの式典の後何週間か。 ファッションやエンターテイメント業界で話題になった。様々な人々から批判され、上下を意識していて奇抜だと言われ、その年の失敗ファッションになった服だとみなされた。ただの宣伝行為とは思えないくらい奇怪だと見る人もおり、これは病句も認めている。スティーブン・コジョカルはこのドレスは、多分、今まで見た一番間抜けなものだと述べた。ジョーン・リバーズは、後で病句が、 お手洗いの床に髪を広げてるのを見たんだけど、この子難民保護施設に連れてくべきだと思ったと言った。しかしながら、独創性について、ドレスが褒められたこともあった。ニューヨークオブザーバーの評決は、相対としては好きだというものであったし、メリッサイスリッジもドレスを褒めたということだった。メディアの古代宣伝に答えて、病区は、ただのドレスですよと言った。 どうして自分が白鳥に執着しているのかわかりませんが、前にも言ったけど、新しいアルバムについては何もかも冬についてで、白くて、冬の鳥みたいな感じなんです。どう見てもすごく、ロマンティックでしょ。一歩一歩制で。多分、ど真ん中に入り込みすぎて、うまく話せないんですが、何かに執着すると5年後くらいに、やっと説明が出いるんです。でも最中には、 なぜハマってるのか正確にはわからないんですよね。今は白鳥はいろんなものを表してるみたいな感じなんです。というコメントであった。エレン・デジェネレスは後に第53回のプライムタイムエミー賞でこのドレスを真似た。ケビン・ジェームズは第29回ピープルズ・チョイス賞でこのドレスの一種を着用した。2007年には過去のアカデミー賞 レッドカーペットでおなじみのドレスを紹介する。一環としてこのドレスをその年のオスカーファッションショーに登場させてはどうかという提案が出たが、アカデミー賞のプロデューサーであるローラジスキンによると、ビョークのチームはドレスの登場を許可しなかった。2006年、第78回アカデミー賞において、ホストのジョン・スチュワートが、リック・チェーニーの狩猟中の誤射事件に引っ掛けて、ビョークは来られません。 オスカー用ドレスを試着してたら、リック・チェーニーに打たれましてね、と述べた。このドレスは2004年のコメディ映画、最強女装計画や2005年のコメディ映画マイ・ビッグ、ファット・インディペンデント・ムービー、ウップス・フェアリー・ペアレンツや、シークレット・アイドル・ハンナ・モンタナの1エピソードで、パロディにされた。ハンナ・モンタナでは、ヒロインのハンナが、柄でこのドレスを着ているところが見える。 サニー・ウィズ・チャンスの1エピソードでも登場人物が受賞式にこのドレスを着ていくパロディがあった。マット・ティー・ビーのコントでもアレックス・ボース・タイム演じるスワン夫人という名前の登場人物がビオークと同じドレスを着けてデートに出かけるというパロディがあった。このドレスはネリー・ファータドのバホ・オトラルスのビデオクリップにも登場し、ネリーがこのドレスと同じものを着て踊っている。 コメディアニメ、アーチャーの第3シーズンのエピソード、スペースレースでは、シェリルが、病気のドレスに非常によく似た服を着ている。ありがとうございます。